どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日はディアブロ4の骨董商人の活用法をお伝えします。骨董商人とは特殊な通貨でランダムな装備を買える NPC です。通常その通貨がいっぱいになったら骨董商品で適当に何かを買うというだけの方が多いと思いますが、今回お伝えする内容を知っておくとディアブロ4のメインコンテンツでもあるアイテム厳選をより楽しむことができます。その他骨董商品を活用する上での便利なウェブツールの紹介や骨董商品自体の基本的な情報もお伝えします。というわけでまずは結論から、骨董商品はなぜアイテム厳選に活用できるのかですが、それは欲しいレジェンダリー能力をある程度狙って買えるという点にあります。いざアイテム厳選で強い装備を入手しても、肝心の装備につけるレジェンダリー能力のストックがない場合もあります。で、そのストックを多少でも増やすために骨董品屋でピンポイントで欲しいレジェンダリーを狙おうというのが今回の動画の趣旨です。その他レジェンダリー能力内のより強い数字を得るためにも活用できます。では次に骨董商人に関する基本情報からお伝えします。骨董商人は大きめの町にいます。タウンポータルで戻る場所はデフォルトで大きな町なので、そこに必ずいます。ハテナの袋アイコンの場所が骨董品屋です。商人に話しかけると装備の部位ごとにずらりと並んでおり、特殊なお金で買えます。お金の名前はつぶやきのオボールというもので、インベントリー画面のこの部分にいくら貯まっているのか書かれています。ディアブロ4を今猛烈に楽しんでいる方はこのつぶやきのオボールがいつの間にかいっぱいになってしまうということが多いかと思います。持てる上限が少ないためです。で、つぶやきのオボールは主に各地のオレンジ色のアイコンのイベントをこなすとクリア報酬として最後の宝箱から入手できます。なのでヘルタイドあたりを遊んでいるとすぐにいっぱいになってしまうわけです。で、つぶやきのオボールの最大所持数は名声を上げることで増やせます。名声はこちらですね。マップからプレイステーションの場合は三角ボタンを押します。ここの報酬です。名声レベルは4なので結構ゲームを進めないと上限は増やせません。で、品物はハテナアイコンになっていて何が入手できるか分かりません。完全にランダムです。よって初めのうちは現在装備している部位でまだ青色のマジック装備、あるいは黄色のレア装備の箇所を買うというのがおすすめです。もう運が良ければランダムでレジェンダリー装備が入手できます。で、今はヘルタイド中で時間がないからもう何も考えずにオボールを消費したいという場合はリング、指輪がおすすめですかね。鈍い装備できて強いのが出たら他のキャラでも活用できる可能性があるためです。で、装備以外では特殊な鍵も売られています。ささやきの鍵というもので、これはフィールド上にある鎖で鍵のかかっている宝箱がたまに見つかりますが、それを開けることができます。で、その宝箱からは全然良いものが見つからないという一方、ユニークが手に入ったみたいな話もあるので、
まあ、鍵はいくつか持っておいても損はないです。まあ、わざわざ宝箱を探して開けるのではなく、道中見つけたら開ける程度で良いでしょうね。で、鍵はエリクサーや紋章と同じ場所に収納されるため、あまり持ちたくはありませんが、スタッシュに入れておいても使えるとのことです。まあ、こちらに買って保存しておきましょう。ちなみにオボールもそうですが、ここら辺のお金、通貨はアカウント共通です。もうメインのキャラで溜まったオボールを違うキャラで使うという方法もあります。で、骨董品屋でユニーク装備は出るのかですが、過去は出るという話だったのですが、現状バージョンでは出ないようです。なのでユニークは出ないし、レジェンダリー装備は普通に狩りをしていればボロボロ落ちるので、あまり骨董品屋の使い道がないんじゃないかと感じる方もいるかと思います。しかし、ここで便利なツールを作った人が登場しました。少しでも骨董品屋に意味合いを持たせ、アイテム厳選の補助を行ってくれるようなツールです。こちらがそのツールとなっています。URL は概要欄に貼っておきます。これは何かと言いますと、欲しいレジェンダリー能力を得るためには、どの骨董品を買えば良いのかを教えてくれるものです。まあ、どういうことなんだと思われるかもしれませんが、実際に見てみましょう。まずは Google の翻訳機能で訳しまして、で、例えば私は魔法使い、ソーサラーなので、ここのクラスのフィルタリング、ここで一番右のこのソーサラーのアイコンを選択します。するとソーサラーのすべてのレジェンダリー能力がここに表示されます。次に欲しいレジェンダリー能力のアイコンを選択します。例えば一番初めのこれ、ちょっと微妙に日本語がおかしいかもしれませんが、豊かなエネルギーというもので、説明はバチバチエネルギーは20から30%の確率で追加の敵にチェーンしますとあります。これは帯電エネルギーのものですね。で、これを選択すると、下の方に説明が出てきます。で、ここに、ギャンブルに最適なアイテムは、魔術師のオフハンドです、とあります。まあ、この豊かなエネルギーを入手したい場合は、ソーサラーでオフハンドの部位を骨董屋で買ってください、という意味です。続けて説明があります。なぜ魔術師のオフハンドなのか。それはソーサラーが唯一取得できるものであり、オフハンドのスロットは他の部位と比べて競合が少ないとあります。で、その下を見ると部位ごとにこの豊かなエネルギー付きの装備が入手できる確率が載っています。ここに何気なくと書いてありますが、これはオフハンドですね。ちょっとややこしいので一度英語に戻します。で、この表からわかる通り、今回のレジェンダリーが入手できる確率はオフハンド 0.07 で、まあ、他の部位よりも高いということがわかります。この 0.07 というのは、まあ、多分 7% じゃないかなと思います。これが 0.1 の場合 10% となり、まあ、10分の1で入手できる確率があるということです。で、他の部位は、これはグローブ 0.06。あとワンハンドウェポン。この 0.06 ですね。で、ツーハンドが 0.04。リングが 0.03。アミュレットも 0.03。まあ、グローブかワンハンドでもね、入手できる確率はこの中では多少高いですね。では、他のレジェンダリー能力も見てみますが、ここで注意点としまして、この Google 翻訳機能を使っていると、ちょっと動作がね、おかしくなる部分があります。例えばこの一つ目、これを選択した状態で、さらに二つ目を選択すると、ここの画面下、
ここの文字がね、ちょっとバグってしまいます。ギャンブルに最適なアイテムは魔術師の手袋です。野蛮人と書いてありますね。で、これ一度英語にすると、まあおかしいことはね、わかります。魔術師という言葉が書かれてませんね。まあよってこの日本語翻訳したまま使いたい場合は、ここのアイコンを一度オフにして、で違う場所をクリックすると、表示の不具合はね、なくなります。で、この二つ目、加速中と書いてありますが、これを入手するためには、バーバリアンの手袋と書いてあります。まあこれは職業をバーバリアンにして、手袋を骨董品屋で買うというのが一番確率が高いというものです。まあこれは魔法使い専用のレジェンダリー能力ではないため、他のクラスで入手した方が良いという紹介もされているわけです。で、この一覧表を見てみますと、すべてのクラスで、まあ、ドロップするのがわかりますね。で、中でもバーバリアンの手袋、これが 0.08 で一番確率が高くなっています。で、魔法使いでもオフハンドならば 0.07 になっています。まあ、新規のレベル1のキャラで骨董品屋を利用して、で、レジェンダリーの出現率が変わらないのであれば、まあ、キャラクターを暫定でも作った方が確率は上がるのかもしれません。代わりにレベル1で入手したアイテムは売り値は安くなっちゃうでしょうね。さあ、以上がこのツールの使い方です。これにより装備を交換したいがレジェンダリーの化身のストックがない場合はこのページを見てどのクラスでどの部位を骨董品屋から買えば良いのか、それを知ることができます。あとはストックがある場合でも、レジェンダリー能力の数値が最大ではない場合、より良い数値を得るために、このページが活用できます。さあ、本日は骨董商品の基本情報と活用法をお伝えしました。まあ、今後もこういった便利なツールが出てくるかと思いますが、その時はまた動画にしたいと思います。じゃ、というわけで解説はたまちゃんでした。